皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、 F1 グランプリの時間です。 F1 2021ブレイキングポイントストーリーモードでございます。チャプター16チャレンジということで、私若干寂しい気持ちになっています。今少し寂しいですね。なぜなら全てはこれにかかっている。シーズンの最終レースだ。後半戦の奮闘のおかげでアルファタウリはなんとかデボン・バトラーのチームハースに手が届くところまでやってきた。いや、ということはですよ、これ本日ラストじゃないの？シーズン最終レースってアブダビグランプリでしょ。マジか、ちょっとショックなんだけど、でもやっていくしかない。アルファタウリホンダを4位に上げるために今日もやっていこうじゃありませんか。ベテラン F1 ドライバーキャスパー・アッカーマン、そして新人ドライバーエイデン・ジャクソン、果たしてエンディングは一体どうなるのか、非常に楽しみであります。それでは行きましょう。ブレイキングポイントファイナル。さあ、それではですね、間もなく4位をかけた戦いの終止符が打たれるということで、本日最終戦のアブダビグランプリとなります。果たしてどんなレース、どんな結末になるのか。最後ぐらいはフルで走りたいんだけどね。もしかするとフルじゃない可能性も。誰だ誰だ、ブライアンじゃないか。もしもし、ブライアン。キャスパー、キャス、キャッシーボーイ。キャッシーボーイ、今日はすごい日だ。いよいよだぞ。ああ、君のキャリアで最後のレースだ。気分はどうだ？なんとも言えない。私はきっと、私はエキサイトしているよ。クリスマスの日の子供になった気分だよ。私の引退がエキサイティング？今日は最高の日になるはずだ。私はそう信じている。素晴らしい日になるよ。今私が言ったことを覚えておいてくれよ。一体何が言いたいんだ？君がいなくなると寂しくなるよ、キャス。今日はド派手に行こうじゃないか。これは君のレースだ。偉大な姿を見せてくれ。じゃあまたな。いやー、いよいよラストか。ちょっとね、寂しくなってきますね。それではメール読んで、決勝行きましょう。おいおい、エイデンか？ゾーイじゃないか。もしもし。もしもし、キャス、調子はどう？ああ、大丈夫だ。少し悲しい？ああ、そうだな。リリーはどうだい？元気よ。私たち早めの昼食をとってるところ。パパとお話しする？どうしてもうレースしないの、パパ？パパは引退するんだ。私も引退できる？まずは働かないと、リリー。ねえ、一番好きなドライバーは誰だい？エイデン。エイデン？ママにそう言えって言われたの？ママに代わってくれるか？エイデン・ジャクソンよ。じゃあね、パパ。いや、まだ切らないで、リリー。もしもし。エイデン・ジャクソンか。そこデボン・バトラーって言ってほしかったな。めちゃくちゃ面白かったんだけどな。デボンよとか言って、デボン・バトラーよみたいな。はい、おいおい、今日やたら着信があるやないか。おいおい、エイデン、俺の娘がエイデンのこと好きってよ。もしもし。エイデン。キャスパー、調子はどう？ああ、問題ない。君はどうだ？大丈夫。あなたがベストを出せるよう心から願ってるよ。そして感謝してる。本当にありがとう。感謝されるようなことは何もしてないさ。それに申し訳ないことをしたと思ってる。お互いもう十分に反省してきただろう。そうだね。それに素晴らしいキャリアの最後のレースだ。間近で見られることを光栄に思うよ。ありがとう、エイデン。下で会おう。あ、下で会おう。やべえ、なんか俺もなんか引退するような感じになってきたわ。なんか引退するような感覚になってきたぞ。はい、ということでキャスパー、俺が気にかけているのは君がバトラーを倒せるかどうかだけだ。いや、倒せるやろこれ。普通に倒せるやろ。普通に倒せるわ。はい、アブダミの攻略法だが、2本目のストレートの先にある左右さあ左右左の試験員ということで、まあ大丈夫です。何回も走っております。ネルソン・ピケじゃなくてジェフ・ネルソンですね。ピザ、はい、マシンは最高の状態、トストも満足。4位は、あ、4位取れたら、あ、俺が全員にピザを食べさせてやるって、なんかそういうの昔聞いた覚えがありますけどね。俺のおごりということは、もうね、ピザ屋を買収する勢いでいきましょう。トストからですね、感謝の言葉を伝えたい。私たちにとっていいシーズンだったよということで、はい、レース後にガレージで行うということで、いやー、ちょっとこれ最後はやっぱりキャスパー・アッカーマンだったですね。エイデン・ジャクソンで走るのかなと思ったけど、キャスパーだったですね。それでは行きましょう皆さん。キャスパー・アッカーマン、私の世界でのキャスパー・アッカーマンのファイナルレースとなります。よろしくお願いします。
アブダビグランプリ決勝です。ハースの2人のレーサーより先にゴールしなければならないため、キャスパー・アッカーマンは集団の先頭へと向かう。狙いはデボン・バトラーとコンストラクターズ選手権で4位を獲得することだ。アブダビグランプリレース日、舞台が整いました。再び F1 グランプリの開幕です。そこかしこで見られるであろうバトルを見守っていきましょう。スタートまでもう間もなくです。今回のレースは21のコーナーを持つ1周およそ 5.5km のヤスアイランドサーキットが舞台です。ロングストレートと2つの DRS ゾーンをうまく使えば、8コーナーと11コーナーでは追い越しも可能でしょう。高速バトルとサイドバイサイド、そして無数のドラマが見られるに違いありません。簡単なことではありませんが、今日アルファタウリがハースを捉える可能性も出てきました。驚きの展開となりましたね。ええ、そう言わざるを得ません。昨シーズンの結果を思い出してください。カナダでも揉めましたし、コース内外で衝突していました。2人の仲は最悪だったんです。私もそうですが、世間の人々の多くは彼らを見放していました。アルファタウリのペアは驚きを提供してくれました。ただし両ドライバーが来シーズンもこのチームにいるとは限りません。ええ、アッカーマンにとっては今日がラストレース。彼の引退は残念です。一方ジャクソンはレッドブルと交渉中で、まだどうなるかは分かりません。レッドブルは来シーズンの秋シートについては慎重な姿勢を崩しておらず、まだ何の決定もしていないと公言しています。今シーズンの結果を見たいということなのでしょう。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのはルイス・ハミルトン、そしてフロントローのもう1台はバルテリ・ボッタス。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。フェルスタッペン、ペレス、ランス・ストロール、そしてフェルナンド・アロンソ、ルクレール、バトラー、ノリス、カルロス・サインツ、ベッテル、アッカーマン、エイデン・ジャクソン、そしてミック・シューマッハ、ライコネン、オコン、ダニエル・リカルド、そしてアントニオ・ジョビナッツィ、ラティフィ、グリッドラインナップの最後はジョージ・ラッセル。準備はほぼ整ったようなので、コースに目を向けてみましょう。今日はアッカーマンが数多くのオーバーテイクを見せています。そしてさらにもう一度だ。彼は F1 を引退すべきではありません。何が起こっているのでしょうか。どうやらシューマッハがリタイアのようです。どこに問題を抱えているのか分かりませんが、今はデボン・バトラーが争いに絡んでいる状態なので、アルファタウリにチャンスが巡ってきました。しかも今日は不調です。ミスやロックアップが目立ちます。このレースはまだまだ終わっていません。ラップタイムは君の方がバトラーよりも速い。キャスパー、よくやった。チャンスに恵まれそうだ。了解。プッシュしてくれ。みんな応援してるぞ。任せろ。さあ、オープニングムービーがあったんで1周目からスタートかなと思ったんだけど、違いましたね。予想外ですね。はい、これも途中からとなりますが、とりあえず DRS 使ってトップ10ストロールをオーバーテイクしましょう。これはアウトからいけるか。いや、アウトからいや、怖い。よしよしよし、オーバーテイクで、これまた旧コースですね。旧ヤスマリーナサーキットです。これ気をつけないと、これ試験員ありますからね。よし、大丈夫、オーバーテイクした。さあ、とりあえずもうただ前を、ひたすら前を見て走るだけでございます。ここも気をつけてね。あそこの試験員の手前でもうストロールを一気にパスしたのは、これは強いですね。これは大きいです、これは大きいです。よし、いいでしょう。デボンは現在6位にいる。コピー。6位だったらいつでもオーバーテイクできそうですね。とりあえず前、誰、これサインツで引っかかってるのか。サインツで負担になってますんで、これをなんとか早めにクリアしたい。周回数をなるべく多めにしたいからね。周回数なるべく多めに残したいですからね。はい、さあ、これも、うわ、アンダーが出ました。アンダーが、ここでオーバーテイク、すごい。アッカーマンの技術すごいぞ。そしてオコンも試験前で抜かれるかもしれないぞ。これは
さあここで試験前にオーバーテイク、オーコンオーバーテイク、よし素晴らしい。そしてサインツ、サインツ、サインツを次の DRS ゾーンで仕留めたい。これは DRS 圏内やろ、圏内、OK、 0.6 秒。さあ DRS 入った、 DRS 入った。サインツもここでパスできるか、素晴らしい。サインツオーバーテイクできる、よーしいいぞ、スリップ入って、スリップ入って、よーし素晴らしい。サイドバイサイドパスや、よし OKOK、 いいよ。バトラーは前か、バトラーはもう目の前だキャス、その調子だ。デボンがすぐ前にいる、コピー。さあ DRS は使えませんけども、バトラーすぐ前ですね。全体状況教えてくれジェフ。現在7位、7位につけてる。バトラーが前にいる、前との差は 4.9 秒。彼らは新品のミディアム、サインツが後ろにいる、彼らは中古のミディアム。トップとの開きは 17.9 秒。予定したピットストップは消化した、このタイヤで最後まで走り通せ。残り10ラップだ、残り10ラップコピー。さあバトラー、これオーバーテイクできるぞ。ホームストレートでもう次の DRS ゾーンまで行かないね。ホームストレートでオーバーテイクできると思います。ただ何をしてくるかわからんぞこいつよし、サイドバイサイド、サイドバイサイド来た、サイドバイサイド来た、よしアウトサイド、素晴らしいオーバーテイクだ。アルファタウリの出方によってはここでハースを追い込むことも可能でしょう。アッカーマンがバトラーをリードし、ジャクソンもそれほど遅れていません。バトラーがアッカーマンに迫る、ポジションを取り戻そうとしていますが、一体どちらから行くのでしょうか。バトラーがブレーキを遅らせてインに飛び込む、接触だ。バトラーが強引に攻めました、両マシンがコースアウトしました。バトラーがバリアに突っ込んで、彼はここで終わりのようです。これはブレーキが遅すぎました。スチュワードたちはこれをレース後に何度も見返すでしょう。しかしアルファタウリのマシンはまだ動いている、このオランダ人は諦めていません。彼がまだ頑張っているのは素晴らしいですが、マシンは大きなダメージを受けています。だがまだポイントは取りに行けます。そうですが、アッカーマンのアルファタウリのマシンは完走できるのでしょうか。大丈夫かキャスパー、こちら側のデータを見たところ、マシンに損傷がありそうだ。問題ない、フィニッシュできる。バトラーはリタイアだ、狙えるぞ。ジャクソンが近づいている、キャスパー。 OK、 3位を目指すんだエイデン。分かった、3位だな。キャスパーはエイデンを生かせるんだな。エイデンを生かせる、ベストを尽くしてくれキャスパー。マシンはどうだ。大丈夫だ、エイデンに伝えてくれるか。キャスパーをパスしてくれエイデン。了解、必ず表彰台に立てと彼が言ってる。それでチームが4位に届くのか。そのはずだ、キャスパーのマシンが持てばだが。なら僕は表彰台に立たないといけない。アッカーマンありがとう、ありがとうなアッカーマン。ちょっと泣きそうや泣きそうや、ちょっと待って、感情移入してる。ちょっと完全に俺もうなりきってるわ、もうやばい、これはやばい。前にいるマシンとの差は 3.7 秒。やばいやばい、放送事故起きそう。ほんとアッカーマンありがとう、最後守ってくれたねバトラーからね。そしてエイデン・ジャクソンに最後行けと、表彰台に立てと。いやもうこれはね、ライコネンとも被るというか、いや嬉しいね、本当に。本当泣きそうですねこれ、実際本当レース中に泣きそうやわこんなん、俺本当こんなんなったら本当。はい、ということで表彰台を目指せということで、3位を目指せとはチームに言われてますけど、そんなもん関係ない、僕は1位しか目指しませんからね皆さん。3位なんか目指しませんよ、1位だ、それこそ F1 レーサーや、1位しか目指さん俺は。もう1位取らなかったら2位もビリも一緒、俺はそういう考え方で生きてきました。さあ行きましょう。そして間もなくルクレールを捉えます、ルクレールを捉えます。危ない、ちょっとおーっと危ない、あーおー、あー落ち着いて落ち着いていや危ねえ、今危なかった、今危なかった、ちょっとかなりあのかなり冷や汗かいた今、やばいやばい。これね、ヤスマリーナのね、あの遠赤って結構きついんですよ、あの試験員のところの遠赤って乗り上げると結構スピンするんで気をつけないといけません。さあここでルクレールパスできる、ルクレールパスできる、ルクレールパスできる、 OK、 いいよいいよ、よし大丈夫、ルクレールパスや、ルクレールパスや。1周あたりラップあたりどれぐらい、2秒か3秒か、あそれぐらいでもし進んでいるのであれば、後方のチームメイトとのギャップは 3.3 秒、3.3、 そう、ラップタイムあたり何秒縮めてるかが一番知りたいですね今ね。はい、まあとりあえずあと 2,3 周走ってそれを教えてもらって最後トップに追いつくかっていうところですよね。 DRS はちょっと温存しておきましょう、 DRS じゃないわ、オーバーテイクスイッチは温存しておきたいと思います。ペレスがいます、前にはペレスがいます、あこれは DRS 入れない、ここは DRS 入れないですね。
1.1秒、1.0秒。よし、オーバーテックスイッチ。いや、アッカーマン順位落としていってるわ。いや、最後アッカーマンで行くのかなと思ったんだけど違いましたね。まあ、とりあえずアッカーマンはね、パステスト今取ってますけど、まあ、自分で出したパステスト、僕が出したパステスト、自分で今度エイデンで超えることになるんでしょうね。よし、ここで DRS 使いますね。ここで DRS 使います。よし、次の試験までにペレスを仕留めたいですね。残り6周ぐらいありますから、とりあえずここでアウトサイドから振って、アウトから振って、よし、気をつけてペレスオーバーテイク。よし、いいよ、落ち着いていきましょう。そして次がボッタス A ですね。ボッタス A は 1.9秒差。これでボッタスを仕留めれば、もうストーリー上はもうそのままゴールしても問題なく。お、今ちょっと一瞬フリーズした怖かった、はい、これでボッタスをパスすればもうストーリー上は何の問題もないです。ただ私の中のストーリーでは集結はしませんね。私はもう本当ラストは、優勝で終わりたいと思いますんでね。優勝で、さあボッタス A、 こうやってボッタス A というのもこれが最後ですね。次回からアルファロメオですからね。はい、どうなるんでしょうか。さあボッタス、ここで次の試験までに仕留められそうですね。ここでどうか、アウトサイドから行くか。ボッタス、しかし AMG が早い。ここでインコーナー取ろう。あー、ダメだ、ちょっとインコーナーダメ、ちょ、ここでちょっとボッタス、あー、接触誘発になった、ごめん。これはでも仕方がない、これはでも自分自身でも今のは誘発になったなと思った、ごめんなさいボッタス、ごめん。ただアウトサイドから行きます。ダメージはどうだ、ダメージは特に問題なし、 DRS OK、 ダメージは問題なし、ごめん。前のマシンとの差を教えてくれ。フェルスタッペンが前にいる。前のマシンとの差は 8.8 秒。彼らは中古のミディアムだ。5ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは 1.43.6。 各ラップで 2.5 秒ずつ稼いでる。 2.5 秒、約3秒としても、残り5周で15秒ですから、1位との差9秒だったら、あ、これいけるかもしれない。 2.5 秒、2秒として計算しても残り5周で、約10秒縮まるということは、今現在トップとの差が 8.8 秒ですから、あ、これはいける、優勝いけるぞ、これ優勝圏内いけます、ピット戦略も特にないです、これは優勝圏内です、これはいける、皆さんいけるかもしれない、これはいけるかもしれないよ。ファイナルラップまで目が離せません、私、はい、もちろん今この状態で目離したらえらいことになりますけど、これはいけるかもしれんな。ただ前を走るマシンが全く出てこないから、今、ホームストレートですね、彼らホームストレートなんで、ここからですね。よし、前のマシンについて教えてくれジェフ。フェルスタッペンが前だ。前のマシンとの差は 7.5 秒。彼らは中古のミディアム、6ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1分43.5。このラップで 1.6 秒縮めてる。 1.6 秒か、ちょっと弱い、さっきよりも遅いな。せめて 2.5 秒、2秒以上維持すればなんとかなるかもしれない。現在 7.1 秒差、トップとは 7.1 秒差。ボッタスと接触誘発してしまったので、あの分が少し効いてますけども、ペナルティが入らなくてよかった、本当に申し訳ありません。ボッタス、よし、オーバーテイクスイッチはなるべく今は使わなくて温存しておいた方がいいですね。 6.9 秒、7秒差、約7秒差ですね。あと4周か、10、11、12、13、14、あと5周、残る燃料は5ラップ分だ。5ラップ分、あ、燃料マネジメント完璧。もしあれだったら最後リッチモードで一気に飛ばします、ファイナルラップ。しかしながらどうなるか、DRS が使えない状態で、トップ2台がおそらく DRS を使い合っている状態ではないでしょうか。現在試験員ですか、トップ集団、現在試験員ですね。あ、そうですね、フェルスタッペン、前との差は 6.1 秒。フェルスタッペン、ごめんなさい、フェルスタッペンとルイス・ハミルトンがスリップを使い合っている状態ですね。これは非常にまずいですね。 DRS 使い合ってるから、これはどうなるかというところなんですが、私はもう普通に安定して走ることもできなくなっていますので、とにかく前とのマシンを、前との差を縮めていくだけです。ただそれだけです。さっきよりは縮まってます、ね。このペースでいったらどうだ、あと4周ですね、あと4周、2秒だったら追いつく、2秒だったらラップタイムあたり2秒縮めれば大丈夫。よし、あと4周です。ここでちょっとアンダーが出てくるようになったな。それでもあと 4.9 秒ですから、5秒切りました。これはいけるぞ。さあ皆さん、必ず私は優勝して帰ってくる、そうお約束しました。絶対に優勝します、最後のラストレース。そしてライコネンじゃなくて
アッカーマンに捧ぐ最後の、チームメイトの優勝です。よし、 4.6 秒まで縮めた。これ DRS、 ファイナルラップで DRS 使えるようになったら大きいですね。全体状況教えてくれジェフ。3位につけてるぞ。フェルスタッペンが前にいる。前にいるマシンとの差は 4.0 秒。彼らは中古のミディアンだ。ボッタスが後ろにいる。後ろのマシンとの差は 8.5 秒。彼らは中古のミディアンだ。1位との差は 4.8 秒。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。あと4ラップだ。はい、いい感じです、いい感じです。前を走るのがフェルスタッペンですからね。このメンバーの中を走れるっていうのはすごい光栄なことです、エイデン・ジャクソン。よし、大丈夫、落ち着いていこう。タイムは縮まってる、タイム縮まってる。 OK、 これ2秒あたり、1周あたり2秒ぐらい縮めたんじゃないか、この周回、このラップは。それを毎週毎週言ってほしいな。このラップは何秒縮めたとか言ってほしいな。よし、大丈夫、落ち着いて。おし、これいけるぞ、いけるぞ。ファイナルラップまでオーバーテイクできるぞ、これ。よし、いけるいける。もう動画的にはファイナルラップのファイナルコーナーでオーバーテイクしたら一番いいんだろうけど、そんなこと言ってる場合じゃないからね。本当にガチ勝負ですから、早めにオーバーテイクできるときにオーバーテイクしてしまいたい。私もさすがにそこまで計算して動画撮れないから、それは厳しいかもしれない。前のマシンに追いついてきたな。だがこのタイヤで最後まで走ることを忘れるな。コピー。タイヤの状況はどうだジェフ。タイヤのコンディションはまだ良好だ。コピー。チームメイトに対するアドバンテージは 15.9 秒。15.9 秒。よし、 OK、 いいぞ。これはいい。ここまで迫った。落ち着いていけ。 DRS 使えるぞ、 DRS 使えるぞ。残る燃料は3ラップ分くらいだ。さあ DRS 使ってすぐにサイドバイサイドオーバーテイクスイッチ。いやきつい、フェルスタッペン相手はきつい、フェルスタッペン相手はきつい。ダメだ。フェルスタッペン相手きつい。やめて。勝負挑むな。ここでこの試験手前で勝負は挑むな。危ない。これはきつい。ここの DRS でいけるやろ。次の試験までになんとか仕留めたい、フェルスタッペン。いやーこれはきつい。トップとの差 1.1 秒。次がファイナルラップですからね。それまでになんとか。危ない。よし、オーバーテイク大丈夫。 OK、 接触誘発なし、素晴らしい。オーバーテイクした。ごめんなフェルスタッペン、 F1 王者だけどごめんな、今回ばかりは譲ってくれ。さあハミルトン、因縁の対決でございます、ハミルトンとアルファタウリ。よし来たぜ。これはでもいけるやろ。これはなんとしてでもオーバーテイクしたい。ただもう無理はすんな。これでよくね、ファイナルラップ手前とかで無理して縁石踏んでスピンとかよくあるんで、それはもう動画とかでも絶対あるんで。ただやっぱりハミルトン全然違うな。なかなかフェルスタッペンも速かったけど、やっぱり全然追いつく気配がせんな、ハミルトン。よし、ちょっと待って、オーバーテイクスイッチはやめとこう。ちょっと温存します、セクター1温存です、セクター1温存。よし、後ろからプッシュ、ミスを誘発、後ろからプッシュ、ハミルトン、ミスを誘発や。ハミルトン最近誕生日おめでとう、ハミルトン、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハミルトン、ハッピーバースデートゥーユー、オーケー、これで動揺したはずや、ハミルトン。いやいや、ちょっと待って、無線でちょっと俺お祝いされてるんだけど、マジみたいな、ちょっと喜んで照れてるわ。これはいけるかもしれんぞ、照れてる、危ない、いける、ここでオーバーテイクスイッチ入った、DRS、オーケー、いいよ、入った、よし、来た。DRS、OK、ハッピーバースデー、ハミルトン。OK、オーバーテイク、ハッピーバースデー。よし、来た。ここで、よし、ブロック。ブロック入った DRS、よし、オーバーテイク、そして次、ファイナルラップや。素晴らしい、OK、素晴らしいぞ。ハミルトン、ハミルトン、ありがとう、ハミルトン。これはいい、もう最後まで逃げ切って。よし、ちょっと待って、もう涙が流れてきそう、これ。やばい。よっしゃ。ただなんといってもあのハミルトンですからね、何をしてくるかわからんから、それだけ気をつけて。絶対王者やからね。フェルスタッペンも王者だけど、ハミルトンがこの世界の王者。危ない、だから気をつけて。よしブロックアウト振ってブロック。 OK、 アンダー出すなよ。ここで綺麗に曲がって。よし、そう、素晴らしい。ただ後ろ、真後ろ 0.5 秒差、真後ろです、ハミルトン真後ろ。これはハミルトンはおそらく後ろはかけてるね。これは仕掛けてくるぞ、ファイナルラップ。さあここでタイヤの状況、本当大丈夫これ。今のところタイヤに問題はない、ドライビングに集中してくれ。コピー。なんか結構持ってかれる気がするけど、少し消耗してますね。大丈夫ですね、内燃期間は特に問題なし。さあラスト、ファイナルラップ。よし、いいぞ。3位を取れって言って。残る燃料は2ラップ分だ。コピー、よくマネジメントできてる。ファイナルラップだぞ。よし、ファイナルラップ。2ラップ分だったら最後、
後ろのマシンが遅れ出した。差が開いてきたぞ。差が開いてきた。よしよしよし、大丈夫。リッチモードしなくても大丈夫ですね。もうちょこ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 帰るのやめよう。オッケー、後ろ、よし、いいぞ。ただ 1.2 秒。オッケー、落ち着いた、落ち着いた。よし、これは勝てる、これは勝てる。これは勝てるぞ。1.3 秒。よし、皆さん優勝です、皆さん。最後、グランドフィナーレですよ、優勝ですよ。てかもうめっちゃ声でかいかもしれん。ほんとごめんなさい。もう、ちょっと感動の涙と。いや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 。まあね、スポーツマンシップのことを考えればバトラーもね、完走してほしかったですけど、まあ仕方がないですね。アッカーマンにぶつかってね、あんなリタイアの仕方ですけど、それは悔しいでしょうよ。レッドブルなんかいけないよ、バトラーは。ねえ、本当にエイデン・ジャクソン、アルファタウリに戻るわ、アルファタウリでずっと行くわって言って、バトラー来たらどうするんだろうね。やばいね。やばいね。さあ、皆さん、感動のゴールが間もなくです。いや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 、優勝ですよ。来ました、アルファタウリ、ホンダ。最後、ファイナルレースで優勝です。アッカーマン、ありがとう。そしてチームのみんなありがとう。いや本当にスポーツマンシップにのっとって本当ありがとうみんな。そしてチームのみんな、ハミルトンもフェルスタッペンもルクレールもみんなありがとう。よし、オーバーテイクスイッチ使って最後、オッケー、グランドフィナーレ、よし来た、ありがとう、ありがとう。最高の走りだ、よくやってくれた、完璧だ。うやりました。アルファタウリにとっては激動のシーズンとなりました。何戦か前までは想像すらできませんでしたが、見事コンストラクターズの4位を手にしたのです。噂が本当ならチームはエイデン・ジャクソンを手放すのを惜しいと感じているようです。彼はその才能を証明してみせたのです。そしてキャスパー・アッカーマンは偉大なキャリアを華々しい結果で締めくくりました。バトラーと接触しながらも果敢にレースを戦い続けたのです。アブダビでのレースは最高のものとなりました。ありがとう。どうも。おい、キャスパー、やったな。やったな。クラッシュは見たか。え、いや、どうしたんだ。自分の目で見ろ。バトラーは大丈夫？悔しがってるだろう。お祝いとお別れを言いに来たんだ。楽しかった。またな。また後で岩尾。ちょっといてくれ。やめとく。なあ、いいじゃないか。頼む。僕の勝利じゃない。二人のだ。少し心配したんだぞ。失望させたことあったか。本気で答えようか。よせよ。なあ、ありがとう。礼を言うのは私だ。素晴らしいキャリアだったな、キャスパー。おい、呼ばれてるぞ、キャスパー、キャスパー。ほら、さっさと行け、お前の日だ。いや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 、これ終わり？これで終わり？ムービーの続きなし？バトラーの悔しそうな顔を見るっていうあのムービーはないんでしょうか？いやー、皆さんお疲れ様でした。最後の表彰式結構感動しました。いや、まあ、ぶっちゃけね、もう泣きましたね。感動しましたね。
いやというかね、本当あの F1 2022、今年のまた6月7月8月ぐらいに発売されると思うんですけど、いやこれストーリーモードは継続してほしいですね。で最後そのエイデン・ジャクソンが、まあ、レッドブルレーシングのチームのみんなが拍手しているところを見てね、でレッドブルのみんなも多分エイデンを見てたんだと思うけど、エイデンも複雑そうな顔してましたね。あーなんか俺もしかしてレッドブルレーシングいけるんじゃないみたいな感じで思ってたけど、でもやっぱりなんかアルファタウリっていう自分のチームがまあ好きなんだなみたいな、まだまだ好きで来年もここで走りたいなみたいな、そんな表情を見て取ることができましたね。でやっぱり個人的にはそのキャスパー・アッカーマンがブライアン、やっぱりもう一年走れないか一緒にとかいう、そういうエンディング期待したんだけど、やっぱり男に二言はなかったか。まあこれで引退ということなんでしょうね。まあエイデン・ジャクソンをね最後の最後で、まあ、狩ることがというか走ることができましたけども、特にエイデン・ジャクソンのお母さんが出てくるとか、まあ、そういったムービーとかはなかったんですけども、もしかするとね、よくあるのがドラクエとかもそうだけど、こういうエンドロールが終わった後にもしかすると最後プチストーリーみたいなのがあるかもしれないんで、最後まで見ておきましょう。そしてまあこの場をお借りしてですね、 F1 2021、まあ今は2022年になってしまいましたが、発売からストーリーモードをずっと続けてきました。そして今日のファイナルを迎えるまで毎回毎回ずっとご視聴いただいている皆さん、本当にありがとうございます。このストーリーモードブレイキングポイントに関しては本日ファイナルパートとなりますが、私をはじめ皆さんも感動されたことなんじゃないかなと思います。そしてもともとねこちらのゲームをプレイされている皆さんはネタバレというか知っているとは思いますけども、コメント欄とかで全くネタバレコメントもせず、本当に今スポーツマンシップにのっとるような視聴者の皆様だったなと思いました。はい、いや本当に正直言うと、最後アブダビグランプリ優勝してやるって言ったけど、できるか不安だなと思ったけど、まあ、優勝することができて本当に良かったなと思います。はい、いやもう何とも言えないね。そして今シーズンもね2022年、まあ、3月にはまた F12022年の F1 グランプリが開幕となります。そして今年こそは F1 日本グランプリで角田裕毅選手を鈴鹿で見てみたい、フェルスタッペンを鈴鹿で見てみたい、もちろんガスリーもペレスもということでね、まあもうホンダではないんですけども、やはり元ホンダとして4人にはもっともっと頑張っていただければと思いますね。はい、ということで、まあ私はいつまで喋ればいいんだと思いますけども、おそらくエンドロール終わるまで私の話のネタは継ぎません。ん？何を言ってるんだしかもこれエンドロールだから、もうやり直し聞かないからさ、もうかもうがミスろうが放送禁止用語言おうが、もう全くもって編集不可という恐ろしい録画状態であります今ね。いやよかった、本当によかった、感動したわ。まあ本来ファイナルラップでオーバーテイクしたら本当に一番盛り上がってたと思うけど、そういうところって特にストーリーでさ再現されないもんね。で今日もさ最後優勝したけど最高の走りだったって言ってくれてるけど、あれ多分3位で優勝しても最高の走りだったって多分言ってるんですよ。それを考えると1位取った時のバージョン、2位取った時のバージョンとかでセリフを変えてくれればもっと面白いんじゃないかなと思いますね。もし3位を取って3位おめでとう、もう少しで2位だったなとかいう、そういうコメントがあれば、いや次絶対2位取ろうとか、そういう風になりますし、おそらくは3位を目指せって言って3位を取った時のストーリーしか用意してないと思うんですよ、こういうのって。だから2位取った時は少し違う、1位取った時は例えば表彰台のねポディウムの頂点にアッカーマンを立たせて、最後娘さんと奥さんが、まあ、下で涙するシーンとか、なんかそういうのを入れてほしいなと思う。 PC ゲームとかって結構そうじゃないですか、なんか選択肢によってストーリーが変わっていくっていうのはありますよね、枝分かれとかでね。恋愛ものとかよくありましたよね、あのときめきメモリアルとかなんかいろいろありましたけど、まあ、そういうのでストーリーが変わっていくっていうのもあったらいいかなと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。いやいや、ストーリー残っとるんかい
今までの感動を返せ。最後の締めくくり喋ってしまったやん。アブダビグランプリの後、ジャクソンとアッカーマンは2021年のコンストラクターズ選手権で4位を獲得するという成果をアルファタウリにもたらしてくれた。まだ体中にアドレナリンが流れている中、ジャクソンは祝賀会を抜け出す。そしてレーサー用の部屋で一人、頭の中を整理しながらここまでの旅を振り返るのだった。これ終わりなん？これ終わりなん？これ進んでしまったらまた長くなるの？これ次回パートに持っていく？これ次回パートに持っていって普通に終わったらもう終わりやで。これそれでは皆さん、こちらに来るのもラストとなります。アルファタウリ復活、ジャクソンアブダビグランプリ勝利。アブダビで大活躍したベッテルとハミルトンに期待が上がる中、誰もジャクソンが勝つとは思っていなかった。誰の目から見てもあれは素晴らしいレースだった。バトラーによる攻撃的な動きにキャスパー・アッカーマンも巻き込まれ、両ドライバーはコース外へ。アッカーマンは無事レースを終えたのだが、バトラーはリタイアせざるを得ない結果となった。ジャクソンはその間も強い走りを披露していた。素晴らしいですね。アッカーマンは順位争いのポジションには入れなかったため、チーム命令を守りジャクソンを追い越させて、素晴らしい1位フィニッシュという結果だけでなく、表彰台フィニッシュだけでなく、コンストラクターズスタンディングで激しく争われていた4位にアルファタウリを導くことに成功した。1位フィニッシュという結果だけでなくって、ということは1位になってるのか。ああ、そうか、2位フィニッシュ3位フィニッシュとか言ってなるんだろうね、ここはね。へえ、そうか。ほう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 、アルファタオリデュオに終止符ということで、 F1 史上最も劇的な引退発表とも言われている。まあそうでしょうね。はい、デボン・バトラー、スチュワードの判定どうなった？衝突故意、しばしば物議を醸すバトラーは意図的な衝突であるというスチュワードの決定によって判断言い訳をするように頼まれました。へえ、そうなんだね。そしてレッドブルはバトラー、ジャクソンにちょうど、そうなの？まあ、仕上がりを考慮してエイデン・ジャクソンとレッドブルの協議が進んでいる。ああ、そうなのか。バトラーは将来不透明。そりゃそうやろ。はい、ソーシャル見ましょう。どうでしょうか。あ、俺、エイデン・ジャクソンなんだね、今ね。はい。すごいフィニッシュ。エイデン・ジャクソンがアブダビグランプリを勝利。今後の彼に期待ですね。ジャクソン1位。ちょっと前まで調子を取り戻せなかったドライバーだったのに。ありがとう。ああ、いろいろ。そして、はにかんで笑顔のやつは、だいたいコメントしてこないですよね。こういう時はね。あ、いいっすね。みんないいことばっかり書いてくれてますね。はい。いやー、バトラーはエンターテイメントを提供してくれる。レオナルドみたいやな。サクレオナルドみたいやな。去年とは比べようがない。そうですね。ジャクソンがレッドブルに移籍すると期待されているが、期待しているが流されないように、まだ噂だからねと。まあ確かにそうですよね。はい。いや、いいですね。そしてメールですね。はい、エイデンへ。まあ、君のエージェントに連絡を取ったが、会って話してくれると聞いてと。まあそんな感じですね。ジェフ、なんてレースだ。ピザ屋に行く時間ができたら教えてくれと。はい、そうですね。おごってもらわないとね。素晴らしいレースだったわね、ということになります。はい、ゾーイからですね。突然の連絡を許してほしいと。引退のことでキャスパーの様子が少し変なの。あなたの明るい将来についての話ばかりしているし、あなたに言いたいことがたくさんあるのは明らかだわと。何これ、選択肢。A、故郷に帰る前にあなたと少し話したいと思っていて、B、そのことを自分からは言い出さないということは分かっていると。なるほどね。はい、ようやく8時ということで、まあ行こうかなと思います。それでは先に進むというのはメインメニューに戻るということですね。皆さん、これで正真正銘の最後となります。ご視聴ありがとうございました。最後まで皆さんありがとうございました。新作の部屋の作でした。